も、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。今回なんですけども、皆さんにですね、新しいゲーミングデバイスをご紹介しようかなと思っております。今回紹介するのはこちらです。はい。もう箱とかはですね、サンプル品なのでないんですけども、こちらのコルセアから販売している HS65 ワイヤレスというですね、ゲーミング、まあ、ヘッドウェアという形になっております。はい。こちらをね、ご紹介しようかなと思います。はい。こちら2月24日に国内で販売開始となったモデルになっていまして、実はね、このコルセアの HS65、これのワイヤレスはですね、この2月24日よりも前にですね、黒色のバージョンがすでに販売はされております。で、今回のこの白色のバージョンはですね、そのカラーリングが変更されたチェンジバージョンになっていて、まあ黒とですね、全くもって機能は一緒なんですけど、まああまりゲーミングデバイス業界だとなかなか見ることができないような、このね、白とグレーのマッチした新しい、ヘッドウェアデバイスになっていますので、こちらをね、今回余すことなく特徴をご紹介しようかなと思うので、ぜひ皆さんね、気になったよっていう方は買ってみてください。で、今回ですね、このモデルに関してはちょっと面白いヘッドウェアになっていて、どういうことっていうと、このヘッドセットですね、実はなんですけど、ドルビーアトモスに対応したモデルになっております。ドルビーアトモスって聞くと皆さんどういったものを想像しますか？あ、まあ映画館とかね、そういったものを想像されることが多いかなと思うんですけども、まさしく、まあその通りちゃその通りで、ドルビーアトモスに対応した、まあ音源とか、あと映像、そういったものを見るとですね、抜群に立体感とこの振動、そしてこの音域っていうのが上がるんですよ。なので、今回この製品ね、そこら辺のところもチェンジすることが可能なので、まあ音の変化だったりとか、そういったところもですね、ぜひ皆さん体感してみてください。で、今回のこのモデル、ワイヤレスってつくだけあってですね、線を繋がなくてもいい無線のものになっていますので、ゲームするときとか音楽を聴くとき、こういった感じで線をなくしてつけれることが可能なので、かなり快適なものになっております。はい。それじゃあ早速こちらの HS65 詳しく皆さんと一緒に見ていきたいと思います。見ていきましょう。じゃあ今回紹介するのはこちらのね、 HS65 というコルセアの、ヘッドウェアになっております。普段僕が使ってるのはですね、 HS80 というモデルになっていまして、 HS80 に比べるとですね、軽いモデルになっていて、結構重さもなくてですね、長時間つけておくのがですね、楽な製品になっております。早速ですね、こちらの主なスペックっていうのをご紹介させていただきましょう。主なスペックとしてはですね、こちらに関してはドライバーユニットとして中に、50ミリのネオジムドライバーが入っております。で、結構ここのクッションに関しては柔らかい感じのものになっていて、形状記憶イヤーカップを採用しているので、なんて言えばいいんですかね、低反発クッションみたいな感じ、柔らかすぎず硬すぎずっていう形になってるので、結構この耳をフィットして、耳をね、優しく包み込んでくれますし、なおかつここに関してはあまりこう肝を立ってないレザーのような感じのですね、質感のイヤーカップになっているので、汗もかきにくいかなというふうに思います。はい。で、感度としては114デシベル、プラマイ3デシベルぐらいになっていて、周波数特性としては 20Hz から 20kHz になっています。で、インピーダンスとしては32オームの 1kHz で、マイク感度としてはマイナス41デシベルのプラマイ2デシベルという形です。で、マイク周波数特性としては100Hz から 100kHz、 マイクミュートフリップミュート機能もついていて、これどういうことかっていうとですね、コルセアのヘッドセットはですね、ここら辺のところが、まあ、会議とかにも使いやすいところにもなっているんですけども、で、これをこうすると喋れます。で、これをこうするだけでミュートになるんですよ。なので、ミュートと喋るの切り替えっていうのがめちゃめちゃしやすいんですよね。なので、ここら辺のところはコルセアのヘッドセットのですね、いわゆる使いやすいところの、ポイントです。で、バッテリーの駆動時間としては 2.4GHz、まあ、いわゆる通常モードですね。その場合は最大24時間使えて、Bluetooth 5.2 の場合はですね、バッテリーの駆動時間は 2.4GHz 配っていう形で、これ実は専用レシーバーがあるんですけど、その専用レシーバー使っていただくと24時間使えて、で、Bluetooth 5.2で、いわゆるこれを接続した場合はですね、最大37時間使える形になります。で、ワイヤレス対応距離としては 2.4GHz の場合は最大約15m で、Bluetooth 5.2 を使った場合は 9m という形で、ここは若干ね、 2.4GHz 帯のレシーバーを使った方が、遠いところからでも使えるって感じですね。おおよそ約サイズ感としてはですね、幅 87×奥行き、184
高さが193ミリっていう形になっていて、重量としては約275グラムっていう形でめっちゃ軽い形になっております。で、この HS65 なんですけども、比較的小型のタイプになっていまして、長時間のプレイでもかなりストレスなく行けますし、なおかつバッグとかでも持ち運びがしやすいかなと思います。はい、基本的にはこれ、見ていただいて左側になるんですかね。左側に、こういった形で集約したボタン類がついていまして、主にですね、ここでプラスマイナスでですね、こうフリックするような、形でですね、音量を変えることができて、ここに充電端子のタイプ C があるといった感じです。で、ここはこれは何なのかっていうとですね、これミュートボタンになっていて、まあ一応これボタンでミュートとかも、一応選択が可能なモデルになっております。はい。で、こっち側はですね、下が電源ボタン。で、2.5GHz 帯のレシーバーを使う場合は、レシーバーを USB に挿していただいて、で、オンにするだけでも自動で繋がる形になっています。で、一方ですね、こっち側に関しては、Bluetooth になっていまして、Bluetooth に関しては、ここを押すことによって、ペアリングモードに移行するので、それで携帯とかスマホとかでも、まあ一応これを使うことが可能です。はい。で、結構色的にはですね、白、真っ白っていう形ではなくて、どちらかというと銀色に近い形になっていて、艶消しの白になっているので、グレー調ベースおよび暗いグレーと銀色を配色した形になって、まあ言ってしまえばゲーム用っぽくない外観のヘッドセットにはなっています。だからこそ綺麗めなスタイルにもなっているので、会議とか、それこそ普段のね、ヘッドセットとしても使っていただきやすいかなと思います。はい。で、一応付属品としては、今挿している、ここにある、写真で載っけるんですけど、こういったレシーバーだったりとか、あとはですね、こういった USB Type C2C のケーブルがついてて、一応ここの、インジケーターがついているピコピコ光ってる青いライトあるじゃないですか。これに関しては LED の LED バッテリー表示の、ものになっておりまして、今緑になっている場合はですね、充電量が多い形になっています。で、一方中くらいになるとオレンジになって、少なかったら赤になるので、ここもまあ視認性がすごい高いかなっていう風に思いますね。で、充電中は点滅する形になっていて、電源ボタンは長押しで電源のオンオフで、短く押すと 2.4GHz と Bluetooth の接続を切り替えることができる感じです。はい。で、早速なんですけど、こちらの機能とかそういったところをね、ご紹介しようかなって思うんですけど、まずなんといっても素晴らしいのはこれ、サウンド ID っていう、設定方法がユニークな、まあ音のね、楽しみ方ができるものになっていて、いわゆるどういうことかっていうと、まあ先ほど言ったように、バーチャルサラウンドヘッドフォンであるドルビーオーディオ 7.1 ちゃんと、あと普通のですね、まあいわゆるヘッドフォンとして聞く場合の音質っていうのを、ソフトウェアのコルセアのね、 IQ っていうソフトがあるんだけど、それを使うことで簡単に切り替えることができるんですよね。ちょっと皆さんに見ていただきたいので、画面をですね、 IQ の、まあ、ソフトウェアに変えさせていただくとですね、こんな感じになっております。はい。主に、コルセアの IQ のソフトウェアを開いてホーム画面行ったら、 HS65 っていうのはこういう風に繋がっていまして、できることとしてはイコライザーとデバイス設定、この2つができます。で、イコライザーの方を押していただくと、まあ、今回のその、まあ、面白みっていうのが体感で、通常時だとこういう感じになってるんですよね。立て付けとしては。どういった立て付けになってるかっていうとですね、まず、ここの部分がイコライザーのプリセットっていう形で、ピュアダイレクト。これはまあ、フラットな状態です。この横に書いてあるように。ここが、ムービーシアター。これをすると、より映画とかに特化したモデルになっています。で、FPS コンペッションっていうのは、FPS、いわゆる足音とか、そういったものを重視するもの。クリアチャットは、チャットをクリアに聞こえさせるためのものになっております。で、バスブーストっていうのは、いわゆる低音をですね、強調させたものになっていて、個人的にはこの 7.1 のドルビーオーディオを使った場合はですね、ムービーシアターもしくはバスブースト、これで聞くとね、めっちゃすごいサウンドになるんですよ。はい。で、ドルビーアトモスに変える場合は、ここの部分を変える形になっていて、これを一回を、元の状態だと、おそらくステレオが、ニュートラルの状態になるんですけど、一回押すだけで、ドルビーオーディオオンになります。ここで切り替えれるっていうのが、また面白いと。普通のヘッドホンって、もうドルビーオーディオだったらドルビーオーディオのみ、で、ステレオだったらステレオのみっていう形になってるんですけども、今回のこれはですね、そのシーンとか、自分がやりたいコンテンツに合わせてですね、こういう風に、瞬時に、まあ、ボタンを押すだけで切り替えることができるっていうのは、かなり便利で、そして使いやすいかなと思います。はい。
じゃあ早速ですね、そうは言っても音質とかそういったところをですね、皆さん知りたいかなと思うので、今回はステレオでこの5つの、イコライザープリセットを切り替えていってですね、ドルビーオーディオの CM を聞いていただこうかなと思います。で、その後ドルビーオーディオモードでですね、この5つを、切り替えていきますので、皆さんですね、どれがどのように聞こえるか切り替えていこうかなと思いますので、皆さんね、ぜひこの音質を楽しんでいただければなと思います。バスブーストになります。
どうでした？想像してた何倍もすごくなかったですか？すごかったでしょう。映画館にいるような気分になったかなというふうに思います。はい。まあ、こんな感じでですね、イコライザーで切り替えるだけで、もちろんこういう風に音質を変えることもできますし、あとはですね、このバスブーストとかそういったところのこういうイコライザーに関してもプラスを押してあげてカスタムプリセットっていう形でいろんなものを作れるんですよね。なのでご自身の好きな音質に合わせていただいてもいいかなとは思います。このようにですね、まあ、5つのペアリン、5つのイコライザーのプリセットがあるんですけども、まあ、これを、ドルビーオーディオもしくは普通のステレオ、この2つに切り替えることによってですね、ご自身が好きなまあ音質、まあそういったものでですね、選んで聴けることができるのが今回のこの HSA65 ワイヤレスの面白いところになっていまして、結構ねこれは映画好きの人にもいけるし、それこそゲーム好きの人、そういったものの人とかにはですね結構いいヘッドホンかなっていう風に思います。はい。で、音質に関しては結構定位がすこぶる良くてですね、かなりこう明確なサウンドが実現できているかなと思っていて、こう高音もしっかり出てるし、中高域、中域、そして低域もしっかりボンと出ているので、本当にマジでなんか池袋とかの僕サンシャイン、シネマよく行くんですけど、サンシャインシネマのところで映画を見てるような感覚で、まあ、本当にこの音が体感できました。で、ただしですね、まあちょっと音的にはまあ映画館の大きいスピーカーとかの柔らかい、迫力のある印象よりはですね、どちらかというとちょっと硬いイメージがあって、抜けは悪くはないんだけども、まあヘッドホンの個性っていうところではですね、まあほぼなく弦をそのままボンってぶつけられてるような感覚になっているので、これが嫌いだよって思う人ももしかしたらいるかもしれません。で、実質僕これ自身でですね、 Apex とかもやってみたんですけど、ゲームサウンドに関してはまあ特にこの刺激音だったりとか、そしてこう人とこう鼓舞するようなですね、まあいわゆるメロディー系の音とかに関してはですね、結構いつものヘッドホンとは違う感覚でですね、没入感を味わえるような感じの音質でですね、まあゲームができたので、個人的にはかなりいいかなと思います。で、このヘッドホンなんですけど、エイジング効果も期待できる形になっているので、それこそ何時間か、このノイズ環境下でずっとバーってエイジング音を流し続けるっていうのも、このヘッドホンを育てることもできるかなって思うので、個人的にはそういう使い方をしてですね、かなり成熟して完熟したヘッドホンでですね、また改めて映画とか音楽っていうのを楽しんでいただければ、よりいいんじゃないかなと思いました。じゃあ最後にですね、こちら、マイクテストだけやってですね、マイクの聞こえ方、皆さんに聞いていただいて、最後、まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。どうも、タカチャンネルのタカでございます。こちらコルセアの HS65 というですねヘッドセットで、今録音をしております。どのように聞こえてますでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。破裂音テスト入ります。パピプベポ、どのように聞こえてますでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。はい、皆さんどうでした。結構クリアな音質ではなかったですか？やっぱりゲーミングヘッドウェアだなっていう風に思っていて、うん。ゲーミング系のこういうヘッドウェアね、やっぱりこう、音質がかなりクリアなんですよ。他のイヤホンとか、ああいう音楽を聞くものと比べて。なので、かなりクリアな、音で聞こえたので、個人的にはこれだったらチャットとかにも使えるかなと思いますし、あと僕 HS80 に関してはですね、結構、会社のウェブ会議とかでも使うんですけど、結構いろんな人からですね、こうそのマイク、いい音質だよねっていう風な形で、会社の人にも褒められるので、ぜひですね、ゲーミングってついてるからといって仕事では使えないわけではないので、仕事とかのウェブ会議とかでもぜひバシバシと使っていただくのもいいんじゃないでしょうか。はい、それじゃあ最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね HS65 をご紹介させていただきました。はい、結構良かったと思うんですけど、皆さんはどのように音質感じましたか。 HS65 はですね、結構軽くて80よりもまあ若干チープさはプラスチックなのであるんですけども、速圧とかも、そんな特にないですし、今回ね今レビュー撮ってるのも30分近く僕撮ってるんですけども、30分近く撮った感じとしてもですね、全然蒸れることもないです。このキアンの部屋の気温がだいたい28度ぐらいなので結構暑いんですけど、それでも蒸れないので、夏場とかヘッドセットねつけんの嫌だな、だからもうちょっと音質劣化してもいいやって思ってる人とかは、まだ諦めずにですね、こういった、HS65 使っていただいてですね、音質を極めつつゲームを楽しんでいただくっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、今回は HS65 のレビューをさせていただきました。ぜひ皆さん公式ウェブサイトでも、いっぱいね特徴とかも載ってますし、まだまだね僕が今回紹介しきれなかった
ったことやこのことも載ってますので、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。僕の概要欄に載せておきます。はい。でこの HS65 はですね、 Amazon さんおよび楽天さん、そういったところでも買うことが可能ですので、ぜひ皆さん僕の概要欄から買ってみてください。次回も素敵なガジェットを紹介していこうと思いますので、ぜひ次回の動画までにチャンネル登録よろしくな。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあの